1年前に友達にライブに誘われて、その友達のライブに見に行ったんですけども、その時普段は普通な感じの友達だったんですけど、そのライブの時にものすごくかっこよく見えて、で、あ、かっこいいな、楽器っていいなっていうふうに思って、で自分もちょっとそういうふうになりたいなと思ってベースを始めました。仕事が平日5日間ありまして、で場所が転々としてると言いますか、いつも毎日異なるので、でそこからスクールに通うとなると、どうしても時間が、大手さんのところだと時間が固定されてしまうんですけども、ここですと好きな時間に入れられるので、時間の管理というところですごくいいなと思います。あとは仕事帰りにいつも行くので、楽器を持って仕事に行くわけにはいかないので、楽器もレンタルしてくれるのでここを選びました。いくつかスクールに行ったんですけども、その中でやっぱりレッスンだけでを仕事にして、それだけ で食べてるような方々もいらっしゃったんですけども、ここは実際に現場でプロとして活動されている方がいらっしゃったので、そういう方から教わりたいなと思ってここを選びました。そうですね、はい。本とか DVD を見てやったりもしたんですけども、一方的で分からないところはずっと分からないので、質問もできなかったりしたんですけども、実際プロの方々に教わると分からないところを質問できたり、自分の癖を見抜いてそこを修正してくれたりもするので、ものすごく成長につながっているかなと思います。こう自分が控えめな性格なので、ギターみたいな派手なところよりは陰で縁の下の力持ちっていうところでベースを選んで、で実際ベースをやってみて、渋いかっこよさっていうようなものをベースには魅力に感じています。ベースをやる前までは趣味とかほとんどなかったんですけど、仕事に行って寝てまた仕事に行くみたいな感じだったんですけど、ベースをやり始めて、まあ毎日が楽しくなりましたし、生きる気力みたいな楽しさみたいなのに生まれてきました。で今バンドを組もうと思ってまして、でそれで毎日がワクワクしてるっていう感じですね。はい、僕も前に一回楽器をやろうと思ったんですけども、やり方が分からなかったり、ちょっと奥なところがあって前に踏み出せなかったんですけども、実際に今やってみてものすごく楽しいですし、自分が成長しているのも分かるので、迷ってる方いらっしゃったら絶対にやった方がいいなっていうのを強く思います。